6月3日と4日に世田谷公園で世田谷ガーデニングフェア2023が開かれました。世田谷区では世田谷みどり33という緑を増やすための取り組みを行っています。このイベントは木や植物を育てて緑を守ってもらいたいと開催されたものです。会場には世田谷区の環境づくりに協力している団体が参加し、花や観葉植物の販売や各団体が考案して作った日本庭園の展示などが行われました。寄せ植え作りの講習会ではおよそ1時間で季節の草花を使った寄せ植えが完成しました。普段自己流でやってたんですけど、もう山田先生の説明ですごいいろんなことが分かって良かったと思います。毎年こういう形でね、講習会をやらせていただいて、世田谷区の緑をね、また推進できればと思ってますので、頑張りますので、またよろしくお願いいたします。コンテナガーデンのコンテストも開催され、雨上がりの会場に多くの来場者が訪れました。身近な緑に、皆様が、本当に手が届く緑ですね、そこから始めて、緑とかちょっと外に出て外の環境の大切さとか、そういうことを皆様がご理解いただく、一つのきっかけになればいいと思ってます。で、なんとかしてこう緑と皆様の間を、駆け足をつなぐような働きができれば、幸いだと思っております。